かるとありがとうございます。私は文学館、美術館のポプラマントを守る会の代表として伐採中止の陳情内容についてこれからお願いします。文学館、美術館のポプラマントは陳情書に添えていただきました中村智君による総合診断によりますと非常に健康健全であり受精が良く受胎がしっかりしており受胎自体が倒れる危険性は全くないという判断をしているという評価をいただいております。私たちは住民が慣れ親しんだ素晴らしいポプラを不明確な情報により伐採されることに強い疑問を感じ伐採の中止を求める署名を添えて陳情いたしました。ポプラの伐採計画は本年3月2日の第一定例会で高橋克之議員の質問に対し山田勝丸市長は駐車場を旧手宮さんと一体的に活用するポプラの木を伐採するということが始まりです。3月今回の陳情書には樹木医の方の診断書が添付されていたんですね。でこのポプラについては健康樹木というふうな判断ですがこのことについて教育委員会の見解をお尋ねしておきたいと思うんですが健康木で倒れることはないというそういう評価がありました。市では現在そう感じております。しかしですね過去に昭和60年の台風に一度1本5本のうち1本が倒れまたその残りの4本についてはそれを台風の時に斜めになったという証言も最近その地下まで見ていた方にお聞きしましてですねそういった中では今後も強風で倒れないという保証はないと万が一倒れた場合には人や車、今後整備する広場にはたくさんの市民観光客にいらしていただきたいという形で整備しますのでそういった場所から考えますとやはり被害が出てからでは遅いということで全く4本を切りたくて切るわけではないんですがもうやむなくその4本について伐採させていただきたいとそういう考えでございます。運営の場また、そういうような貯蔵場としてですね整備されるということであればあえてその文庁舎の整備についてしきしきとやっぱり進めていっていただければと思っております。それについて最後ですね、私もだって恐縮ですけれども私は稲子東8丁目でですね、今の稲子1丁目ですね。ですから日銀だとか貯金局も含めあの辺はですねいろんな駅、踏切がありますですねなんていうのかな、ちっちゃい頃からよくそのポプラ、大きさはちょっと記憶にありませんけど見てましたので、やっぱり残るというそういったのも、ノスタルジックに戻ればですね、それを残してもらったのはこれは極めて、いいのかもしれません。ただしですね、ルールご説明あったように、危険性の問題もそうですし、からその計画の、行政の進捗のことも含めますとですね、なかなかやむを得ない部分もあるのかなというふうには思っておりますので、樹木医が倒木の危険はないと診断している状況で、突然倒れた場合に、管理者の責任というのはどうなのかというのがまず1点と、それから台風とかですね、非常にその悪天候下で強風の下でいわゆる自然災害不可抗力によって倒れたと。でたまたまその時に通行人あるいは通行車両に損害を与えたというようなそういう不可抗力的な場合はどうなのか、起こったかどうかはするか分からないけど何らかの原因があった。でその原因がその管理上の瑕疵があったのかどうなのかというそういう判断になっていくのかなというふうに思っております。ただ繰り返しになりますけどもやはり奥入瀬の二審判決っていうのはあそこは皆さん通ってくださいとそういう、呼びかけをする観光客の方に来てくださいと。で来る方は当然ここは安全だろうという前提で来ると。だけど木が落ちたというところで奥入瀬の判決があったんだろうというふうに考えております。
詳しいことっていうか、その微妙なところっていうのは、きちんと言える能力というか人間ではないんですけども、ただ与えてる思いとしては、文字通りその60年の時に一本倒れてると、で、あそこでもまた倒れて、これ、市民の方に怪我しちゃ困るという、その思いが、一番目にあるという、そのことはご理解いただきたいなというふうに。先ほど少し申し上げましたように、倒木になって、倒れる危険性があった場合には、一般的な手法としては、弾管ということで、幹の上の方を切るという手法があるということです。だからまた枝払いということでの対応ができるということになります。ただですね、以前にもコプラにつきましては、伸びすぎて危険だということで、伐採を何度かしてございますが、その度に非常に見た目が悪い、非常に見た目が悪いということでご批判も頂戴しておりますし、場所だというふうに思います。そういう面では予算の関係もあって、先ほど話していましたけども、やっぱり作って喜ばれる、やっぱり、ね、そういう場所であってほしいという願いを持っています。そういう面で、これから その景観も含めてのしっかりやっていってほしいなというふうに思います。順次採決いたします。まず、新条第1175号について採決いたします。採択とすることに賛成の委員はご起立願います。起立少数よって採択と決定いたしました。